初代スタンホープ博、ジェームズ・スタンホープ初代、スタンホープ博、ジェームズ・スタンホープは、イギリスの軍人、政治家。ホイッグ島に属し、スペイン継承戦争ではスペインに上陸して、フランス・スペインと戦い、戦後は政権を率いて、イギリスの政治を担った。姓は、スタナップ、スタノップとも表記される。アレクサンダー・スタンホープとキャサリン・バーグ・ヒル夫妻の、 長男として、ヘレフォードシャーウィシングトンで誕生、はじめイートンカレッジで学び、1688年に、オックスフォード大学のトリニティカレッジに入学して、教育を受けた後、1690年に、中日大使となった父に同行して、スペインの首都マドリードで生活することになり、ここで、スペインに関する知識を学び取った。 グランドツアーにも参加して、イタリア・フランドル・フランスを旅行して回り、1695年に、イングランド軍に入隊、1702年に、会議員に選出されても、軍務を続け、スペイン継承戦争が勃発すると、スペイン遠征軍に属し、ポルトガルに移った。1705年、イングランドから、ピーター・バラ博、チャールズ・モードンとが別のスペイン遠征軍を率いる。 とこの軍に移りカタルーニャの首都バルセロナへ向かい、第一次バルセロナ包囲戦に参加して、バルセロナを落とし、翌1706年の第二次バルセロナ包囲戦にも、加わりバルセロナ救援に向かった。1707年に、問題行動の多いピーターバラがイングランドへ召喚、ポルトガルの遠征軍を率いた、ゴール英博ヘンリー・デマシューが、 アルマンサの戦いで大敗すると、翌1708年に、イングランド軍の司令官となり、同盟軍の司令官、グイード・フォン・シュターレンベルクと、スペイン王候補者のカール大公と共に、スペイン王フェリペゴッペ五世及び、フランスと戦うことになった。スペインの戦闘では、イギリス海軍の協力で、ミノルカ島を占拠して、イギリス領とし、1710年に、 イングランドへ一時帰国して説教師ヘンリー・サシェベレルが政府批判を行った事件の裁判に加わり、同年に大陸へ戻り、シュターレンベルクと共にアルメナラの戦いサラゴサの戦いでスペイン軍を破り勢いに乗ってマドリードを占領した。だが住民たちの支持を得られなかった上、フランスからバンドーム港が派遣され、マドリードの補給路を断ったため撤退したが、 途中のブリュウエガで休憩していたところを、バンドームに襲撃され、なす術もなく、捕虜となった。救援に向かったシュターレンベルクもビリアビシオーサの戦いで敗北、フェリペ五世側の勝利が決定的となった。1711年に、アーガイル公、ジョン・キャンベルが、公認のスペイン方面司令官になったが、トーリー党政権の主犯である、第一大倉教。 ロバート・ハーレーと国務大臣ヘンリー・シンジョンはフランスと和睦交渉を働きかけ交戦禁止を命じていたこととカール大公が新生ローマ皇帝カール六世に即位したことから戦争は終戦に向かっていった。1712年に釈放されたがトーリー党の工作で1713年に議席を失い1714年の選挙で議員に復帰。 同年に、アンジョが亡くなり、スチュアート長が断絶。またいとこのハノーファー選定校、デオル・クルート・ビヒが、イギリス王ジョージ一世に即位して、ハノーバーアーサが誕生すると、ハーレー・シンジョンらは失脚して、トーリー党は没落、ホイグ党が、ジョージ一世の信任を得て復帰した影響で、シンジョンの公認の南部担当国務大臣となった。1715年に、ジャコバイトが、 スコットランドで反乱を起こした際は、1月に尽力、同年に7年議会法を通過させ、ホイッグ島の優位を確立させた。しかし、間もなく、有力者同士の清掃が始まり、スタンホープとサンダーランド博、チャールズ・スペンサーは、ジョージ・一世と手を組み、一方のロバート・オールポールとタウンゼンド社策、チャールズ・タウンゼンドは、外交政策で3人と対立。 1716年に、タウンゼンドに代わり、北部担当国務大臣に転任。スタンホープの主導でフランスとイギリスの同盟が、成立したが清掃はやまず、翌1717 17年にオルポールとタウンゼンドが下ア、スタンホープはオルポールに代わって第一、大倉卿となり、北部担当国務大臣はサンダーランドが就任した。同年にスタンホープ死社区に助任されている。 第一大倉教として政府の主犯となってからはイタリア領の奪還を狙うスペインと大北方を戦争でスウェーデンと戦うロシアの拡張主義の牽制と勢力均衡を外交政策に掲げフランス・オランダとの三カ国同盟を成立させ1718年に白爵に昇格して第一大倉教をサンダーランドに譲り北部担当国務大臣に再任同年に オーストリアの同盟に加え4カ国同盟戦争でスペインを呼びジャコバイトと戦い1719年にスウェーデンとストックホルム条約を締結して大北方戦争でブレーメンとフェルデンを獲得条約に基づきスウェーデンを援助してロシアに圧力をかけ1720年に4カ国同盟戦争もスペインの敗北として終結させ イギリスの国際的地位を向上させた。しかし、国内では、野党となったウォルポールが、政府批判を行い、国王の貴族創設を制限する、貴族法案が会合反対に転向させた、ウォルポールの運動で廃案になってからは、議会運営が困難になり、やむを得ず1720年にウォルポールとタウンゼンドを、閣僚に復帰させたが、南海泡末事件で対応に追われ、 1721年2月4日に上院で弁明を行ったが、翌日の2月5日に脳卒中で休止した。サンダーランドは事件を解決できず、第一大倉卿を追われ、反対に、事態収集に当たったウォルポールが、ジョージ一世の信任を得て第一大倉卿に就任、長期政権を築き首相として、イギリスの政治を取り仕切っていった。スタンホープ白衣は、 妻でトマス・ピットの娘ルーシーとの間に生まれた息子のフィリップ・スタンホープが継承。孫のチャールズ・スタンホープは、大ピットの娘・ヘスターと結婚。二人の間にヘスター・スタンホープが生まれている。イギリス史に、スペイン継承戦争など。ともきオ P158、P242、P244、P272、P274。 P292P294 今井 P278 ともきよ P314P315P351P352P388P390 今井 P283P289 ありがとうございます